じゃあ小山さんからやる？小山さん、じゃあ RM、小山さん、時間ができたら良きところで。田中君、全部電池終わってる。もらったの、この間、この自動販売機の会社の人に。はい、それでは自己ベスト挑戦大会。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは小山純一。はい、小山さん、ポンダ OK です。今、練習走行の時間です。本日最速小山純一 9.681 秒。さあ小山さん、このクラス自己ベスト完璧は 8.936 がこれまでのベスト。今日って路面グリップいいですか？あんまよくない。いい、あ、本当。28.82。さあ練習時間は残り1分。12.26。さあ現在練習走行中ですが、9秒17出てます。9.34。9.24。さあ練習走行中ですが、9秒01出ています。残り練習時間10秒。9.38。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、あ、じゃあ奥行ってくれる？こっちは俺がやるから。それでは、小山さん、2分間の、予備予選形式で一応やります。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1。はい、どうぞ。はい、1周目9秒33。これまでの自己ベストは8秒936です。さあこの周も9秒3で回ってます。
さあ9秒171今日のベスト。さあ9秒097ベストを更新しています。さあ残り時間が1分。さあ残り時間30秒。9秒23。さあ残り15秒。もう一周できると思います。これがラストになります。ゴールでーす。マシンを回収してください。6周目にマークした9秒09がベスト。はい、それでは田中くんのヒットコースをオープンしておきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは田中。10秒17だけどメガールの時に9秒44というのが残っているね。9秒44が記録に残っているこれまでのベスト。練習でも 4までいってるから9秒4、あ、本当、じゃあ十分記録更新の可能性ある。はい、それではポンダーの確認からお願いします。はい、OK。 はい、交換した、はい、で、落とし塚になった。あ、よかったよかった。今の周が10秒03。さあ残り練習時間1分。9秒70。9秒55。あ、はい、それではいきましょう。プラクティス終了です。レースを開始します。4、3、2、1。はい、どうぞ。さあ、まず1周目は9秒85。田中君はこれまで9秒449というのが公式に残っている自己ベスト。うん、ボディがガタついてる。ボディ外れた？外れてる？あ、外れた。じゃあ直そう。
さあボディがちょっと外れかかっていたので修正して再びコースイン、残りが1分。さあ残り間もなく30秒。残り15秒。さあ間に合うかな。レース終了です。ここで時間です。マシンを回収してください。1周目にマークした9秒85がベストでした。前が外れたの？あ、本当。じゃあ小山さん、時間できたらいつでも行けます。これ田中君ってさ、携帯のプランってどういうの入ってるの？データ使い放題、7ギガのやつ。うちがジェコム、ああジェコムってすごいなんか相性がいいらしくて、へえ、なんかスマホで8000ぐらいだったから、うん、確か5000ぐらい、 AU、 あ、 AU とジェコム入ってると割引があるってこと。買えたんだ。なんか家族割みたいのもあるもんね。あ、そうです。うん。なんかこの機種の安い、うん、あ、そう。してる。へえー。ギャラクシー。ああ。なんかその赤いアクアーズ。はい、それでは予選1回目コースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は
小山さんは2分このクラスコースオープンします。出走ドライバーは小山純一。3秒が3分間のベストです。20周3秒。目が暗くなって本気だお試しレースの1ポンダー OK です。9.31。はい、それではスタートします。プラクティス終了です。レースを開始します。4、3、2、1。はい、どうぞ。はい、計測開始しました。1周目9秒30。2周目9秒19。さあ、この周9秒2で回ってます。さあ9秒15。さあ、時計は1分経過、残り2分です。現在小山さん7周目走行中。さあ、小山さんが9周目から10周目に入るところです。まもなく折り返しの1分30秒になります。さあ、ゴール予想20周5秒近辺と出ています。自己ベスト20周の4秒に迫るタイム。さあ、ここでベスト9秒09。さあ、残り1分です。現在14周目から15周目に入ろうかというところ。小山さん、さあ残り30秒です。17周目入ったところ。さあ、ここでベスト9秒036。今日のトップタイムをマーク。さあ、残り10秒です。19周目走行中。ゴール予想は20周。さあ、これが最終周になります。20周目。はい、小山さんゴールです。20周の6秒3でゴール。はい、それでは田中君のヒートコースオープンしておきます。
さあ田中君はこれまで前回のメガーヌクラスで18周0秒、これがこれまでの3分間ベスト。今日は1人だけ走行なのでうまくまとめれば余裕で19周出るでしょう。そういえばあの先輩買ったのミニッツスポーツ買ってないんだ。もうやらねえんじゃねえな誘っといて。夜の10時発車してる。尾身さんと高橋さんって人。あ、高橋さん。うん。そう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 。あのライトが開くやつね。うん。金曜日だね、いつも。夜7時、6時ぐらいに来て、夜11時ぐらいにやってる。だいたい毎週。ああ、そういうこと。お父さん、お母さん的に大丈夫なの？いや、夜遅くなっちゃったりするとさ。うん。ああ、大丈夫、大丈夫。うん。そう、勝手に入っちゃうね。あれ、俺がやってんじゃない。俺、無料で使わせてもらってるから、その代わりに勝手に出ちゃうの。うん。前はそんなことなかったんだけどね、最近。YouTube にできるみたいだね。うん。まあ、うん。あ、そうなんだ。まあ、うち結構多いから、できると思うけどね。さあ、小山さん、タイヤ削り始めたよ。マジだよ、マジ。はい、それではポンターの確認。はい、田中君 OK です。それでいきましょう。え、ちょっと待って、音が出なくなっちゃった。あれ？あ、これか。レース終了です。マシンを回収し。はい、それではスタートします。3分間。レースを開始します。4、3、2、1。はい、どうぞ。はい、計測開始しました。これまでのベストは18周0秒。さあ1周目9秒88。さあ2周目9秒67。そんなに焦んなくても大丈夫。もう今の時点でこれで走っても19周余裕です。さあ4周目から5周目に入るとこです。この周は12秒台。
さあ、ここでちょうど折り返しの1分30秒経過。さあ、現在のゴール予想は18周6秒近辺ですが、このあと9秒台でまとめていけば十分19周ありえます。さあ、どんどん目標ラ、ゴールタイム上がってきています。18周5秒、残りが1分。さあ、どんどん目標タイム上がってます。18周4秒、さあ残り40秒、早くし、は、走る必要はない、まとめていけば大丈夫。さあ残り30秒、さあここでベスト9秒55、18周3秒まで来た。さあ残り15秒、さあ9秒6、さあこれが最終周かな。レース終了です。マシンを回収してください。18周2秒でゴール、途中12秒台が何回かあるし、ちょっと5分ぐらい待ってるとお客さん来ちゃう。
な景色をもらってますね。小山さんね。はい。それではコースオープンしておきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。小山さん、出走ドライバーは小山純一。5秒でゴール。自己ベストは20周3秒です。はい、ポンダ OK。 これさっき削ったタイヤですか？はい、プラクティス終了です。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1。はい、どうぞ。はい、計測開始。最終目9秒18。2周目も9秒2、かなりいいです。さあ、4周目から5周目に入ったところです。時計が1分になったところで7周目入ったところ、さあこの周9秒19で回っている。さあ、間もなく折り返しの1分30秒になるところです。今10周目入ったところ。さあ、ここで1分半、ゴール予想20周9秒となっています。ちょっと序盤10秒台が1回あったのが残念。さあ、ここでベスト9秒17、20周8秒のゴール予想。9秒020は今日のトップタイム。ゴール予想も20周7秒に上げている。残り1分。さあ、この周も9秒1です。残り40秒になるところ。さあ、ゴール予想20周6秒に今回曲げてきてる。残り30秒、どれだけまとめられるか。さあ、残り15秒、予選1回目とほぼ同じゴール予想になっている。さあ、おそらく次が最終周になります。さあ、これ最終周。レース終了です。はい、マシンを回収してください。今回も20周6秒4なので0.1秒及ばず。はい、それでは田中君のヒートコースをプラクティススタート。プラクティス時間は
2分コースオープンします。出走ドライバーは田中。5時にここ出ればいいんだよね。うん、惜しかったですね。あと 0.1 秒。聞かなくなっちゃった、なんかこの辺の切り返しがちょっとシャキシャキって動いてない感じがするんですけどね。ここ、うん、そうなんかそんなもんですよあ、リフェ終わった終わった、はい、うん、あんまりピーキーで作らない。あ、さあ先ほど予選1回目田中君は18周2秒でゴール、自己ベスト18周0秒まであと2秒。はい、ポンダ OK です。9秒84。10.86。さあ練習時間残り1分。10.95。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。レースを開始します。4、3、2、1。はい、どうぞ。はい、計測開始しました。さあ、1周目10秒00。さあ2周目9秒94。9秒97。さあ9秒67。さあ間もなく時計は1分になるところです。6周目から7周目に入ったところで1分。さあ今回かなりペースがいいです。さあ9周目を走行中です。10周目に入ったところでここで折り返しの1分30秒。さあゴール予想19周出ています。このままのペースでいけば19周。さあ12周目から13周目に入るところです。ここで時計は2分、残りが1分です。さあ少しペースが落ちたか。10秒1近辺で待っている。さあこの周9秒台戻してきた。このペースです。
残り40秒。さあ、ゴール予想19周変わってないです。さあ、この周も9秒台キープしている。残りが15秒。さあ、17周目から18周目に入った。さあ、もう1周できるか。レース終了です。マシンを回収してください。18周0秒でゴール。18周0秒4だから、18周0秒4だが、一応自己ベスト 0.3 秒更新した。0秒4だけど惜しかった、惜しかった。あれ最後のあれが最大2秒ぐらい、うん。ああ、いいよ、持ってくる。誰が持ってきたんだろう、タイヤを多分誰か拭いたことがあるんじゃないですか。はい、それでは小山さんのヒート構想をオープンしときます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは小山純一。自己ベスト20周3秒破ることができるヒールか。予選3回目。はい、ポンダ OK。 マーシャルやらなくてもいいんじゃない。小山さんこけないよもうこけたら終わりだからどこか壊れちゃったの。ああ、そういうこと。はんはん、了解了解。小山さん、マシュアルいいですか。いいよ。お、かっこいい。じゃあ僕は頑張ってやります。プラクティス終了です。それでは予選の3回目スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。はい、どうぞ。さあ、慎重にいった1周目、9秒29。9秒08。さあ、この周は12秒台。
さあタイム戻してきます。9秒19。さあこの周9秒19。1分経過、残り2分。現在7周目から8周目に入るところです。この周も9秒1で回っている。さあ9秒0、ペースを上げてきています。さあ10周目に入ったところで、ここで1分30秒。現在ゴール予想は19周0秒ですが、序盤の12秒台あるので、レース後半まとめることで今回も20周乗っけてきそう。さあここでゴール予想20周に変わっています。さあこの周も9秒1で回っている。ここで2分、残りが1分です。さあここで8秒台来た。8秒997。さあこの周も9秒1です。悪くない。さあ残り30秒。さあここでゴール予想、今回も20周6秒になっている。さあ残り20秒。さあ現在18周目からこれで19周目です。さあこれが最終周になります。レース終了です。マシンを回収してください。どうだ、20周6秒、すごい。6秒684なので、結局予選1回目のが一番早かった。すごいですね、超安定ですね。3回と6秒。じゃあちょっと田中君メンテをするんで、ちょっと時間を置きます。ね、おまけの感じ。8秒994だから自己ベストが8秒936か。100分の6秒。終わってた。何も柄のないというかタイヤあるじゃないですか。あのタイヤってまたなんか入荷したんですか。柄のないタイヤってなんだっけ。なんか白い、あ、そのこれですね。アホイール、はい、アホイールあると思うよ。現地ま, あ、まだ来てない。クリスマスぐらいに出荷みたい。あ、そうなんですか。これで終わって決勝2人で8分走って終わりかな。今日も俺早く帰っちゃおう。そういう日らしい。
10秒で走っても18周0秒で行こうとか1回9秒台出せばもうあと10秒で10秒で行こうとかどうぞ、遅ってもまとめて走れば実際に10とね、焦っちゃうから23秒で20周6秒のとか。はい、それではコースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。はい、出走ドライバーは田中。さあ田中君は今日1回目が18周2秒、2回目が18周0秒です。一応自己ベストは今日更新していますが19周見てみたい。27.55。さあ練習時間残り1分。9秒82。10.10。さあ練習時間残り30秒。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、大丈夫。それでは最後の3分間、予選3回目スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。はい、どうぞ。はい、計測開始しました。最終目は11秒台。さあ2周目が10秒0。さあ3周目9秒86。さあこの周も9秒8で回っている。さあ時計は間もなく1分になります。6周目から7周目に入るところ。さあこの周ちょっとロスター12秒台。10秒04。ここで1分30秒折り返し地点です。ゴール予想現在18周10秒との予想。さあここでベスト9秒78。10秒0。さあ9秒63。このヒートのベストを出しています。残り時間が1分。さあこの周も9秒台。
さあここで今日のベスト9秒46残りが40秒さあ現在15周目です。16周目入るところ残りが間もなく40秒。さああと1周できる計算です。さあこれが最終周になります。18周目。レース終了です。マシンを回収してください。7秒でゴール。ただ今日のベスト9秒469出てます。路面にカラ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 、あ、外れちゃったの。まあ微妙に言えばありますよ、厳密にはね。パワーロスするってなってほとんど問題ない。埼玉何しに行くの？また車？いや、おばあちゃんに行く。ちょっと待ってもらう。音がするかどうか。どうしよう、入れちゃいますよ。明日ってこうやってやってますか？やってるやってる。荷物置きっぱでもいいよ。あ、本当ですか？うん。あ、じゃあ。うん、置いて帰っちゃえば。後ろのタイヤのグリップがなくなってきてるかもしれない。あとコースの影響もあるかもしれない、ね。夕方になって気温が下がってっていうのがあるのかな。お昼に来た時と夕方でも違ったりする。グリップ力をね、数字で表せるようになったら最高なんですけどね。なんか強くベル掛けないとちょっとブレーキ効かなくなってくるんですよ。
車よく走ってますよね。うんうん、すごく問題とかに。さあ、8分間やるよ。うん、時間になっちゃう。5時に帰るために。それで行くの？電池買えないの？あ、それで行くの？そうなの？いや、そんな急に帰って、うん、パワーが減って。ああ、まあね。パワー変化は。はい、じゃあ、ポンターの確認だけお願いします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分、はい、OK、コースをオープンします。ね、出走ドライバーは小山純一、田中。周の2秒が8分間のレコードです。いいよ、書いても。あんま、パワーがないけどな、思って。最後の電池切れとか。そうそう。小山さんは52周の4秒がベストです。じゃあ小山さん、ポンダーだけ一回取ってもらいます。はい、 OK です。ポンダー全車 OK です。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。スタッカースタートの。46周、うん、46周ですね。46周2秒。1周10秒で回っても48周できない。ちょっと走っとけば一回。遅くはないよ。はい、それでいきましょう。はい、それではスタートします。フライングに気をつけてください。レースを開始します。4、3、2、1。はい、計測開始しました。さあ、1周目、小山さんが9秒8、田中君が10秒9。さあ、2周目、小山さん9秒2、田中君10秒7。さあ、小山さん9秒0、田中君も9秒台、9秒7。さあ、小山さん9秒0。さあ、田中君9秒52。
白い車の小山さん9秒01、7周目に入ったところ。田中君も同一周回 5.7 秒差で追う。さあ1分経過、残りまだ7分あります。さあここで小山さんベスト9秒00。さあ1分30秒経過、まだ6分半ある。さあここで田中君がベスト9秒48。さあ時計はここで2分になります。残り6分。小山さん9秒003、ナイスさあロスなく抜かした。さあここで田中君がベスト9秒356は自己ベストを更新です。自己ベストを更新した瞬間転倒。さあちょっとロスタがまだ自己ベストは十分更新できます。さあ一方小山さんも自己ベストを上回るペース、53周も狙えるかというところまで来ている。これまでの自己ベストを52周を上回ってきそう。53見えています。さあ3分経過、残りまだ5分ある。田中君は現時点でゴール予想46なので、このままのペースでいけば余裕で自己ベストを更新できます。さっき転ぶまでは49周ペースだったが、ここからどれだけ挽回できるか。さあそして小山さん52周0秒8までゴール予想上げてきている。3分30秒経過、まだレースは半分も終わっていない。さあ小山さんが26周目、田中君が23周目に入ったところ。さあここで折り返しの4分です。小山さん少しだけペース落ちたが、52周1秒ペースだが、自己ベストは上回る計算。田中君はペースを上げてきてますね。46周7秒から6秒ゴール予想。再び小山さんペースを上げてきた。52周0秒差です。さあ田中君も1秒刻んできた。ゴール予想1秒刻んでる。さあ2人とも自己ベースと上回るペースで走っています。さあ時計は間もなく5分になります。残りが3分というところ。白いマシン、トップのマシン小山さんが34周目、田中君が30周目走行中。さあ小山さんはゴール予想52周0秒ですね。まだ52周0秒です。さあここでベスト小山さん9秒000。さあ残りが間もなく2分になるところです。
わあ、残念。さあ、残り2分です。さあ、田中君、自己ベストを上回るペースだから、一時ここでロスした。残り1分45秒でどこまで挽回できるか、まとめていけばいけると思う。さあ、一方、小山さん、まだゴール数52周0秒キープしていたが、ここで8秒台、8秒965、そしてゴール数一気に53に乗っけてきた。さあ、この周も8秒台で回っています、トップ小山さん。さあ、40周を超えたところで8秒台を連続、ゴール予想53に乗っけています。田中君、ゴール予想45周8秒から7秒。さあ、時計は7分になります。残りが1分。トップの小山さんが46から47に入ったところ、ゴール予想53。さあ、田中君が40周目から41に入った、ゴール予想45周。さあ、田中君がタイムをまとめてどんどんゴール予想上げているが、残りが間もなく30秒。さあ、残り30秒切っています。田中君がこれで44周目。さあ、46いけるか。残り間もなく15秒。わあ、危ない。OKOK。 あーっと、ここで小山さん。小山、レース終了です。マシンを回収してください。田中君もゴール。小山さん、52周4秒8だから、54周4秒8だから、残念、 0.3 秒足りず。田中君は45周の5秒でゴール。惜しかった。ずるずる。ああ、ほんと。そこまでじゃないと思うんですけど、ちょっとね、握りすぎてる、この中。ああ、そうか。うんうん、もっと握んない方が早いよ、多分。惜しかったね。49周ペースだったからね、ずっと。まあ、しょうがない。今日はあの、回しがいなかったからね。3回ぐらいしてくれてます。うん。今日もう誰も来ないから、そのままでいいよ、帰っても。ああ、うん、分かんない。うちいつもよ、あの、予告してくれる人いないから。藤原さんが来るかもしれないでしょ。出ましたね、8秒台。この日、決勝は2回ですね。42周、43周目がなぜか8秒台。小山さん、パワーが落ちてきた頃にあれじゃないですか。